こんにちは、矢野です。本田マーシーです。毛先はやっぱりちょっと引っかかるよね。それは多分乾かしが甘いからかもしれない。乾かしが甘いって言ったら寝てる時に、はい、あの枕に擦れて、うん、後ろに寝れるじゃん。だからここで枕で擦れてそこが痛みやすい。だからちゃんとそこを乾かしてあげればエナゲーになってしまう。ずっと疑問だったんですよ、なんでここだけエナゲーできるかな。そうそう、だから結構あのここら辺って、乾きづらいんだよね。乾かしづらいですよね。そう、乾かしづらいから毛が一番密集してるから乾かしづらいくて、うん、他の部分乾いてるけどここだけ乾いてないってことが結構ある。そうそうそう、だから濡れたまま寝ると痛むみたいなのは聞いたことある。それと一緒でそこの部分だけ濡れてたりこう半乾きだったりするからここだけ痛んじゃう。はい、だから乾かすときに最初にここからこの乾かしてあげて、後ろの部分とあともみあげと、まあ、耳周りが一番乾きづらいというか乾き残しが多くなる部分だから。これってなんか乾いてるか乾いてないみたいな。そう、この生え際というか、耳周りとか。けどなんかほんのり茶色いよね。俺染めてるのかと思った。染めてないんですよ。全然。なんか結構前髪がベタっとすることってない？あります。あるよね、はい、うん、それも今日ちょっと改善していきます。お願いします。え、伸ばし前髪がいいの？今もう伸ばしたいです。あ、そうなの。伸ばしたい。なるほどなるほど。もうパッツンはしない？もうパッツンは年齢的にやめておこうみたいな。朝起きた時なんか髪の毛がわけわかんないのが置いてるんですよ。おー、はいはいはい。そんなに激しい姿勢で寝てパーマかけたのかなみたいな。そんなに嘘でしょ。本当に。髪の毛マーシーさんに切ってもらえる。ねえ、久々、久々のコラボというか。久々のコラボ。やっと切ってもらえる。だってあれヘアアレンジのコラボしたのいつだっけ？覚えてる？一昨年の夏。おととしだっけ？おととし2015年か。そう。いや、けどこれ茶色くなりすぎだよな、それにしても。なんでですかね。多分シャンプーのせいだと思うよ。まだメリット、メリット、うん、変えてもいいですか？あ、全然変えてくださいね。え、普段って巻いたりはする？全くしない。全くしない。そもそもできないって言ったことある。なるほどなるほど。前大昔綾野オッチーが巻いてた動画を見たな。じゃあ今日はちょっと巻けるようにしましょう。やったー。お願いします。できちゃいします。やったー。あ、コテは持ってはいる。持ってはいます。形だけ。オブジェになっちゃう。え、そっち系はあんまり、ミーハー系は、メルコアバンドあんま分かんない。あ、そうなんだ。そう、ワンオク系あんまり聞かないかもしれない。でも、1曲目は分かります。はいはいはい。シングルの1曲目は分かります。さすがです。え、そういうのも YouTube で、とりあえず YouTube で聴ける範囲を聞いて、あ、いい曲が入ってきました。あ、で、ダウンロードするんだ。でも、あ、これもう殿堂入りと思ったら CD を買います。リスクで買うんだ。そう。そうだ、俺あれが好きだわ。ロットンブラック。あー、私も好きです。あ、本当に？よかった、分かってくれる人が。しかも長いよね、あの人たち、うん、だって俺高校ぐらいの時から、うん、好きで、で最近また聴き始めたって感じ、うん、私もロットンナミが一回中学生くらいの時に来て、うん、あー、うわ、やべ、かっけーと思ったけど、また最近聴いてます。あー、で最近もいいよね。ポイズキーグラフティーは、あー、名曲だね。もう常に聴きたいみたいな。え、バンドやりたいとかは思わなかった？思わなかった。見てよって。聞く側なんだろう。工場長、あっさりと。あー、結構短く。そうそうそう。
週ぐらい、うん、結構見てますね。見るしかないですね。あれですかね。あんまり変わってないですけど、すごい綺麗になったよ。整いますよ。めっちゃサラサラだろ。わあ、すごい。そうだね、けどそれも、今まで使ってたシャンプーのせいだから、うん、それを変えて別に治ることはないんだけど、うん、そこの部分を徐々に切っていけばいずれ綺麗な状態で全部綺麗な状態になるから、そしたらもうストレスがない状態にできるから目指すはそこだね。